皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。夜中のぎこちゃんです。例えば、夜中の12時17分なんでね、あんまり大きい声出せない状況であり、さらに言うと銀河流星のね、ライブで刹那の、プレイを見て、見ながらね、その集会してたら、刹那が出たってことで、1本飲み終わりました。最近ね、札幌黒ラベルうまくてね、だからさらにもう1本飲みながら、さあ、札幌黒ラベル2本目を飲みながらせっちゃんをやっていこうと思います。1回ライブでクリアしてるんでね、さほど緊張たるものはないんだけども、ただラッキーでいけた部分もあったので、クリアできないかもしれません。行ってみよう、行ってみようかどう。なるほどです。で、ここで倒すのもいいんだけど、サードをずらしときたいんだよね、右に。なので多分これがベストかな。これ戻ってきてちょっとずらしたい。よし。で、こうすることによって、次上入れっかなと思ったけど、これ入れねえわ上入れねえわ。なので、これはこうします。これで、ホースで上倒します。ぶっ倒します。ちょっとおとなしめのパブロンなんだけど許してね、その実況がね。よいしょ、素晴らしい。ファーストセカンドで、下当てて上でいっか。ああ簡単だな。2本飲む予定じゃなかったんですよ。これ1本飲んで、今日はね、1本でお人参って感じで寝ようと思ってたんですけど、これはね、刹那来ちゃったんで、もうやるっけない。やるっけない。さあ次、サードだろ。サード、左上のパブロン。ここまで確かワンパンなんだよね。ワンパンでもいいんだけど、鬼を倒しとこうか。で、次、フォースが何もできねえな、これ。すっぺえことに。フォースやりづらいな。どうしよう。これ倒せないんだけど、次透明化するやん。透明化するやん。横側じゃ倒せないやん。上のこの1反射じゃ右下弾かれちゃうやん。ってことはこれしかないよね。2反射で下に入るしかないもんね。あっ、スピー、そんなことがあるのか。許されちゃならん。そしたら、鬼を倒したいから、適当に鬼を狙いましょう。OK。これでよかろう。で、上来ちゃうから、ドスンコって来て、これはこれでいけるだろう。すっぺけどこれでいけるだろう。完璧だ。ただのエッチな男だね、どうだ。あ、いいね。素晴らしいと思います。素晴らしい。で、これ、ブロックだけなんで、これ外しちゃえばいいんだよね、多分。これで。もろたで食ろう。さあ、透明化するだろ。で、フォース。なるほどね。前よりもなんかね、いろいろ理解できてる。あー、すっぺー。酸っぱくないんだけどね、美味しい。普通に美味しい。次、ファースト。この位置だったら、弱点上だったらラッキーかな。あ、勝った。勝ったのマークの勝った寿司。あ、よいしょ。よいしょ。OK。で、ここら辺からだんだん難しくなってきますよ。あんまり調子こいてると、ぬっ殺されちゃうよ、俺。大丈夫か、これ。さあ、1ターン目は何もできねえんだよな。でも、これで倒しちゃうのがやっぱ M4 なのかなと思ってる。カンで2巻抜けていきたかったんだけど、全然ダメだこりゃ。ダメだこりゃ。スピードアップいいじゃん。非常にやりやすいやん。めちゃめちゃやりやすいやん。使う必要すらないんだけどね。でも使っちゃう。で、間抜けてって下に行く。どう？私の戦法はどうだ。完璧でしかないな。ただのエッチな男性ではない。それが私、ギコちゃんだ。弱点は左でよろしく。
お前がしかしこれで決めちゃうどうだだよね。まあまあまあまだまだサイケデリックだよ。ああサイケデリックファンタスティポ完璧パーフェクトボディダッシュプラス。でもちょっとまた場所悪い。それがまた楽しい。弱点そっち？ありがとね。決まった！やった！よし！今のは入れ番したから正直ラッキーキーのキー。次サードだっけ。おいしおいちおいち。うん攻撃アップね。ほほキックとはいえね、でも抜けらんねえじゃないか、せっかく。もう、もったいねえな、弱点上。よし。ありがとね。どう？ストライクショット！はまるね、ありがとね。ワロス。ギガントワロス。そんなミスしちゃうの？かっこいいんじゃねえの今の。こっこっこなこー。これ横貫しよっか。うん、横貫して横貫してちょっと引っ張れたらいいな。 OK thank you OK baby。 うん、あと9ターンあるからな。なんつったってんのな。あーだからなんとでもなると思ってるぶっちゃけ。なのでこれは、壁、魔導士下抜けてる。完璧でしかないな。で次サードはそこにいるよね。で逆転したかったらもう完璧だよね。完璧なわけないよね。ゴーパーフェクトイエス。あれ直後にサバンナ行った時体の匂いに気がついた。あーすべいいのこれボーナスステージですね。めちゃめちゃボーナスやセカンド。なるほどね。ありがとう。よいしょセカンド。よいしょわお引く。 Thank you。サードがいいとこにいるからこれね左側の壁は確か入れないんだよね。すっぺことにだから来ないんだよ。ああで人によってはここで正直言って性欲貯めちゃってもいいよね。あ、強くてね、あのストライクショットストーショー貯めちゃってもいいと思う。これ大してダメージ食らねえから。でもビットンがちょっと怖いよ。うわ、危ない。吐きそう。こんなの吐きそうな久しぶりだ。管理さありますね。よいしょ次がセカンドオポチュニティボス1。なんだっけボスステージ。あーあー防御ダウンしてないとダメなやつだ。だからこう縦貫しよう。上の反射員を倒した全然倒せないじゃん。キック何それ。まったくエッチですね。サード。ああ次フォースになろうがなんだろうがちょっと酸っぱいっちゃ酸っぱい案件だよね。これは意味ないからこれでいいや。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。素晴らしい素晴らしいアンダーザシー。どう酸っぱい戦いはこういう風にしなくちゃな。うんでもこれまだ9ターンあるからゆったりたっぷりのんびりた旅行けば楽しいって感じでいこうか。これで多分倒せれば。で待ってデルモット。うん OKOKOK で次ファースト。全然 OK でしょ。ああこれ OKOK。 あ OKOKOK。 あ防御アップしちゃってしかも見えちゃってる丸出しか。
丸出しはあかんな。つまりこれはね、ちょっと考えた方がいいよね。刹那が見えちゃってる。もろ見え。もろ見えなのがちょっと嫌だ。だから、これでいきます。どうですか？どうですかこれ。なかなかエッチなんじゃないですか？素晴らしい。これは素晴らしい。効くねー。ありがとう。あと6ターンあるでしょ。なんとかなる。大丈夫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 。うん、大丈夫ないね、これね。ちょっと危ないね。これで先に下と上倒したかな。いいねーこの感じ。大好きピーユと今大好きこの感じ、うん、嫌いじゃない。 Yes I do。 ちょっと危ないな。ねこれでどうだ。とってもエッチなんじゃないかい。さあ次のサードでストライクショッツを使って横勘で落ちていく。それがとってもセクシーだと俺は思ってる。どうだいどうだい。ストライクショットだよこれが。みんな知ってた？必殺技みたいなもの、うん、さあ見るかい。それははっきり言ってよった。めっちゃよった。めっちゃくちゃにふよった。これはビビった。シンプルにビビった。だから俺はここでこの戦いを終わらせる。うん、シンプルに終わらせることにした。何せ俺は優しいからな。行くぞみんな。こう見えるじゃないか。違う、実はこのショットが理想のショットだ。ストショットです。見たよ。